こんにちは、ミッキーです。秋が深まり、思い思いの過ごし方をされていると思いますが、本チャンネルでのおすすめはもちろん食欲の秋。そんな中、今回は秋にぴったりな企画として東京のスイーツを全力紹介します。中でもカヌレ、プリン、抹茶スイーツ、フルーツサンドに絞ってご紹介していきますので、ぜひ参考にしていただきたいです。ちなみに過去のスイーツ特集ではパンケーキ、ドーナツ、アップルパイ、チーズケーキの特集をしておりますので、そちらも合わせて確認していただくとより楽しめるかと思います。また今回ご紹介するカフェはいずれもスイーツとのペアリングが抜群なドリンクもおすすめなので、ぜひ気軽に立ち寄ってみて新たな発見にもつなげてみてください。このチャンネルではカフェ巡りなど日常を少し豊かにする情報をお届けします。少しでも応援してくださる方はチャンネル登録をして次の動画も見逃さないでください。ちなみに今回ご紹介するお店の Google マップ位置情報は本動画の概要欄から確認することができますので、実際にお店に訪問する際の参考としてご活用ください。まず初めにご紹介しますのは、有楽町の高架下にひっそりと佇んでいますミュージックカフェ&バーザ・スタンドさんでございます。こちら私も東京駅付近に勤務していますので、結構この前を通るたびにもうめちゃくちゃ並んでるなという印象だったんですけども、実はですね、こちらの店は外のテイクアウトカヌレではとても並んでるんですけども、店内は割とスムーズに入ることもありますので、ぜひちょっと覗いていただいて席に余裕がありそうだったら入ってみるというのもおすすめかなと思います。こちらは2020年の9月にオープンした割と新しいお店でございまして、例えば東京駅にコロナ前に来られた方なんかはこの店知らなかった方も多いかなと思います。もちろん一番おすすめはカヌレなんですけども、カヌレ以外にもですねアルコールメニューも提供されていますし、結構フードメニュー等も楽しめますので、例えば有楽町付近の飲み会があった方なんかが、ちょっと少人数になってこじんまりとしっぽりと飲む時なんかにもとてもおすすめできるような、そんな空間でございます。でコンセプトは音楽と食、酒、そしてカルチャー、東京に足を運ぶ全ての人にとって楽しい体験を彩ってくれる、そんなお店でございます。こちら DJ ブースが併設されていまして、 DJ による選曲を目の前で楽しめる高級感あふれる空間になっています。でこのブースの中にですね、数々の本格的なレコードも含まれていまして、おそらくこのレコードの中からそのレコードで流れるような味のある音楽、そして高品質なスピーカーから流れるその雰囲気自体もとてもおすすめですね。そして注目は自家焙煎コーヒーと、先ほどから申し上げています一つ一つ店内で焼き上げますカヌレでございます。フランスボルドー地方の伝統菓子でありますカヌレ、そちらのカヌレを伝統レシピを忠実に再現しているのがこちらのザ・スタンドさんでございますので、ぜひともそのカヌレの本物の味確かめたい方に関しましては訪れていただくのもいいかなと思います。特にですね、ちょっと並んでしまうというふうに申し上げたものの、テイクアウトでもカヌレいただけますので、東京駅のお土産としてもおすすめですし、ご家庭用に買っていただくのもとてもおすすめかなと思います。そんな中、この日頼みましたのはフォンダンカヌレのドリンク付きメニュー。今回カフェラでいただきたかったのでプラス150円してメニューをいただいてみました。でこの限定メニューはですね、店内でのみ楽しめるメニューになっていますので、ぜひとも気になる方は店内に入っていただいて注文されるのがいいかなと思います。ちなみにこちらカヌレが乗っかっている白い部分はですね、なんとグランド塩という形で、そのしょっぱさがありつつちょっと甘さもあるような、そんな不思議な味になってますので、ぜひとも訪れていただいて試してほしいなと思います。そしてカヌレの特徴としましては、外側はさっくりと香ばしく、内側はしっとりとした優しい甘さが特徴的でございます。でこちらのフォンダンカヌレはフォンダンというだけありましてですね、カヌレの中にチョコレートも入っててですね、そういったところも開けてみて味わってみて楽しめるような、そんな注目のメニューになっていました。続いてご紹介しますのは、ステファニーカヌレ&コーヒーさんでございます。こちらは渋谷ストリームの1階にあるお店でございまして、今渋谷ストリームの様子を映しています。こちらに関しましては、2023年7月1日のオープン前にメディア向けのプレオープンでお伺いさせていただきまして、PR という形でご紹介しております。オフィス街としても知られています渋谷ストリームの1階にありますので、例えばお土産等に買っていただくのにも今後おすすめできるような、そんな店舗かなと思います。カヌレ&コーヒーとしているんですけれども、カヌレはもちろんのこと、グラニータと呼ばれるドリンクがとてもおすすめでございますので、ぜひとも試してほしいです。世界的なコーヒーコンサルタントとして活躍しています伊崎秀則さんのプロデュースするコーヒーをいただけるのがまず第一の魅力でございます。
伊崎さんの書籍はコーヒー好きの方々の間でも知られているかと思いますので、もしかしたらその名前を聞いたことがある方も多いかなと思います。中でも看板メニューでありますフローズンドリンクグラニータをいただけるところが唯一無二かなと言えますし、グラニータ以外にもアメリカーノをはじめとしたエスプレッソドリンクをいただくことができますので、コーヒー好きな方に関しましてはカヌレとエスプレッソドリンクをペアリングしていただくのもおすすめかなと思います。今右手に映っておりますのが先ほど申し上げた伊崎さんで、左側は川村さんでございます。2人が共同代表としてこのお店をオープンされたということでございました。でこちらカヌレ以外にもたくさんの焼き菓子が販売されるかなと思いまして、この日伺った際もフィナンシェなど見た目からもワクワクするような焼き菓子がたくさん並んでいました。せっかくなので看板メニューであります先ほど申し上げたフローズンドリンクグラニータをご紹介しようと思うんですけども、グラニータと言いますのはイタリアのシチリア島発祥の飲み物でございまして、シチリアの夏に欠かせないドリンクだということでございます。イタリアというともしかするとマリトッツォのイメージをされる方も最近多いかなと思うんですけれども、イタリアの方々って朝からそういったマリトッツォのような結構ヘビーなものをいただく方も多いということで、グラニータもシェイクのような甘みのあるドリンクなんですけれども、まあそういったものも朝からチャージしていただいて仕事に向かっていくという方も多いというふうに伺いました。そのグラニータを含めましてエスプレッソドリンク等に関しましては、ブラジル、ニカラグア、エルサルバドルの豆をブレンドしたビターな味わいのコーヒー豆を組み合わせているということでございますので、そのこだわりのコーヒー豆も注目でございます。そして先ほどから映していまして、もう一つの注目になっていますのが店内の専用オーブンで焼き上げるカヌレでございます。カヌレはフランスのボルドーの伝統菓子でございまして、お店のアイコンでもありますカヌレくんを表現した目玉がついた可愛らしい一品もあります。そんなカヌレは粉の種類やブレンドを変えて試作を繰り返しまして、風味や水分量まで計算した絶品でございますので、ぜひお土産等でも買っていただきたいです。でこの日はこちらのグラニータスモールサイズとクラシックカヌレをいただきました。セットにしますとクラシックカヌレは100円引きの250円いただけるところもポイントになっています。あとはグラニータをいただく際にココナッツミルクベースとオーツミルクベースの2種類の味わいを楽しむことができるということでございます。こちらの店舗では日本人の胃に優しい植物性のミルクを採用している点も注目でございます。続いてご紹介しますのは、文字通り門前仲町の頭文字から名前が付けられていますモンズカフェさんのご紹介でございます。こちらは門前仲町で有名な深川不動尊の近くにあるカフェでございまして、参拝に来られた方など地元の人などを中心に愛されているカフェでございます。こちら今映しています映像は閉店間近な映像でございますので、比較的空いているように感じるかと思うんですけども、とても人気なカフェでございまして、常に席は満席な印象が強いお店でございます。こちらはコーヒーを通して地域や人とのコミュニケーションを生む目的としてカフェという場を提供しておりまして、外にありますベンチは参道の休憩スポットだということでございます。内装の衣装も門前仲町の雰囲気を壊さないように日本の材料、材木、石などを使いながら、そういったアクセントのもと本物の仕上げ材料で内装を構成しているということでございます。なので建築系に興味がある方なんかに関しましては、そういったところも含めながら確認していただくと2倍3倍楽しめるかなと思ってます。さらにこちらモンズカフェさんで提供されていますカヌレはとても人気なメニューでございまして、外はカリッと中はもちっとしているメニューになっています。洋酒を使用しているということでございまして、大人のスイーツとしても愛されているカヌレだということでございました。そんなカヌレなんですけども、コーヒーやカフェラテなどと合わせますと大人の味を感じることができますし、ミルク系ドリンク、例えばフラットホワイトとかティーラテと合わせますとクリーミーなミルク感を感じることができますので、このカヌレ自体も合わせるドリンクによって少しずつ変わってくるところがポイントだということでございますので、例えばコーヒーメニューを男性が頼んでいただいて、その彼女さんですとか奥さんがミルク系ドリンクを頼んでいただくなどしていただきますと、複数の味わいを試すことができるかなと思っています。そしてこちらで提供されていますコーヒー豆はですね、今回特集させていただいています清澄白川にありますオールプレスエスプレッソさんの豆を使っているということでございますので、その高品質で香り高いコーヒーにも注目していただければと思います。ちなみにそちらのオールプレスエスプレッソさんに関しましては、過去の清澄白川の動画ですとか、あとは虎ノ門ヒルズにあるお店もご紹介していますので、よかったらそちらも確認してほしいです。先ほどの映像ではグラスにカフェラテを注いでいただいてたかと思うんですけども、こういった形でカップに注いでいただくこともできますし、昼間にはテラス席で楽しむのも個人的にはおすすめでございます。ぜひ天気やシチュエーションに合わせてご利用いただきたいなと思ってます。また門前仲町深川不動尊もカフェ巡りと合わせて楽しんでほしいなと思ってます。
続いては中野から2021年10月に誕生したコーヒーとカヌレが有名なスタンドバターさんのご紹介です。こちらは中野駅から5分程度、中野ブロードウェイを抜けた先の大通りにあるお店なんですけども、店内の席はテーブルが3つと長椅子がありますので約6席程度と少し限られています。ただテイクアウトも可能なので近くの中野セントラルパークで楽しむというのも良さそうでございます。こちらの店カヌレをおすすめしているんですけども、ラテアートの技術が高いバリスタさんが入れるスペシャリティコーヒーは魅力たっぷり。有名ロースターの焙煎機を使い自家焙煎したスペシャリティコーヒーと世界最高峰のマシンを使用したエスプレッソドリンクを楽しむことができます。中でもご覧のようにラテアートはとても美しく、基本となるカフェラテだけではなくて抹茶ラテやチャコールラテというブラックラテがいただけるのも注目のポイントになっています。ちなみにカフェラテに関しましてはビターとマイルドから選ぶことができますので、ご自身のコーヒーの好みに合わせて頼んでほしいなと思います。またラテ以外にもチャイの提供があったりとか、季節のラテもありますので、ぜひ実際にお店を訪れて確認してみてほしいです。そしてコーヒーの他に注目なのは手作りの焼き菓子、中でもこちらのカヌレは絶品でございます。カヌレの販売は11時からになっていますので、その点だけぜひご注意ください。続いてご紹介しますのは2022年7月にオープンしたばかりのこだわりカフェであります喫茶レイさんでございます。レイという名前はですね、こちらのマスターの名前から来ているということでございまして、たくさんの方のレビューからも伺えるんですけども、このマスターの方の人柄がとても素敵で話しやすくてですね、いろいろとこのこだわりを紹介してくれますので、ぜひその接客も含めて楽しんでいただければと思います。今こちらバーブさんの板を映してたんですけども、マスターがもともとバーブさんの出身だということでございますので、そのコーヒーにいっぱいいっぱいこだわる感じとかも含めて体験していただければと思います。過去にバーブさん自体は六本木編ですとか鎌倉編ですとか新宿編でもご紹介してますので、気になる方はそちらも確認していただければと思います。でこちらの空間とてもおしゃれな空間になってるんですけども、学生建築家の方2人とマスターが構想を重ねまして細部までこだわり抜いているということでございまして、ぬくもりのあるヨーロッパ風のヴィンテージ家具含めてそのこだわりを感じることができました。この日いただいたのはこのクオリティ抜群なカフェラテ、あとはですねこの絶品のプリンでございます。店主さんの出身地であります宮崎のブランド卵であるよかもよか卵を使ったこだわりの一品になってますので、ぜひ合わせて楽しんでいただければと思います。早い時には昼過ぎには完売してしまうということでございまして、私が訪れた日にも次に来たお客さんのタイミングでは売り切れてしまったので結構申し訳ないなと思ったんですけども、ぜひ試したいという方に関しましては時間に余裕を持って訪れてほしいなと思います。続いてご紹介しますのは二子玉川エリアで特にお勧めしたい2020年8月にオープンしましたスタンコーヒー&ベイクさんでございます。こちら二子玉川エリアとは申し上げたんですけれども、最寄り駅は用賀になっていますので、電車でお越しの際は用賀から訪れていただくのが一番良さそうです。玉川通りから少し小道に入ったところにある隠れ家的なカフェになっていまして、店内にはご覧のようにドライフラワーが多く飾られていますので、そのあたりもインスタ映えする素敵な空間になっています。とても素敵な雰囲気のこちらのお店なんですけども、窓はすべて開けられるようになっていますので開放的な空間もおすすめな部分ですし、特に天気がいい時なんかには訪れていただくと2倍3倍楽しめるような空間になっています。こちら女性のオーナーさんが一人でやりくりされているということでございまして、過去に自由が丘編や中目黒編でご紹介させていただきましたオリバスコーヒーさん、そして新宿編でご紹介させていただきましたポールバセットさんでバリスタのご経験があるオーナーさんが独立してこちらのお店を開いたということでございます。そんな縁もあってか、こちらで提供されているコーヒー豆はオニバスコーヒーの豆を特別にブレンドしたものを使用されているということでございますので、そのあたりもとても注目のポイントですし、さらに今回いただきましたようなカフェラテには北海道小樽からの輸入を使っているということでございますので、とてもクリーミーな味わい、そしてこだわりの豆の風味を感じられるような素敵な一杯になっていました。ラテアートもとても美しいところが特徴的です。そしてこちらこの日いただきましたスタンプリンでございまして、プリン含めまして焼き菓子はどれも美味しそうなものばかりで、オーナーさんが好きなものだけを作っているということでございます。プリンは固めプリンになっていますけれども、このクリーミーな味わいがめちゃくちゃ美味しいですし、さらに言うとこのかかっているカラメルソースが程よい甘みな感じがとても美味しかったなと思っています。
ップの乗っかっているクリームだったりとかシュガーとかもそのバランス、そして見た目もとても素敵になってますので、ぜひこちらに訪れた際にはプリンとコーヒー頼んでいただいて味わってほしいなというところでございます。続いてご紹介しますのは2022年2月にオープンしたばかりのテックコーヒーさんでございます。こちらは東京進出の2号店としてオープンした福岡を中心に活動展開を行うスペシャルティーコーヒー専門の自家焙煎コーヒー店になっています。以前に神保町水道橋編でもご紹介しているお店がありますので、そちらもぜひご確認いただければと思います。こちらはコーヒーハウス西屋というコーヒー店の場所を受け継いだお店でございまして、お店の内装だけではなくて一部のメニューごと8年の歴史を引き継いでオリジナルメニューとして派生させているということでございます。一度は退去も考えたコーヒーハウス西屋の店主さんが引き継ぎを決断した理由でもあるレックコーヒーさんの店作りへの思い、コーヒーの品質とともに店頭での接客サービスを重視しつつ素敵なひとときを過ごしてほしいといった思いが詰まっているお店でございますので、入店したタイミングから退店するタイミングまでとても居心地がよく過ごせる空間になっています。今回はスイーツをいただいていますけれども、ホットドッグやクロックムッシュなどの食事系のメニューもあるのもおすすめのポイントです。そしてこちらはこの日にいただいたプレミアムプリンとカフェラテなんですけれども、こちらのカフェラテは渋谷店限定のリリーブレンドで入れたアイスカフェラテでございまして、こちらのプレミアムプリンはコーヒーハウス西屋さんのレシピをそのままに、カラメルと生クリームは自社コーヒーとの相性を考えマイナーチェンジしたこだわりの味わいになっています。で、今回頼んだようなリリーブレンド以外にもですね、スペシャルティーコーヒーのお店だということもありまして、ドリップコーヒーでも美味しいコーヒーを味わえますし、カフェラテもエスプレッソの豆の味わいをしっかりと感じられるのでとても美味しいお店になっています。またコーヒー豆の購入もしていただくことができますので、こちらでお土産として買っていただくのもとてもおすすめかなと思ってます。そしてこんな感じで入れていただいたコーヒーの説明の紙なんかも添えていただくことができますので、コーヒーに対する理解と知識をどんどん深められるような、そんな素敵なお店になっています。続いてご紹介しますのは清澄白河のトカクコーヒーさんでございます。こちらも絶品プリンのお店になっていますけれども、一味違ったプリンがとても魅力的なので、ぜひこのプリンを食べるためだけにでも清澄白河に足を運んでほしいような、そんな場所でございます。こちらは2020年10月にグランドオープンしたコーヒー専門店でございますけれども、先ほどご紹介した通りプリンも美味しいです。そんなコーヒー専門店としての魅力は、浅入りから深入りまで今黒板に映っております通り6種類の豆から選ぶことができまして、デカフェもオーダーできるような、そんなお店でございます。また看板メニューのブラジルプジンに関しましては、卵の味がしっかりとした固めプリンになっています。そんな看板メニューのブラジルプジンなんですけれども、プジンと言いますのはブラジルの公用語、ポルトガル語でプリンという意味でございます。なんとなくイメージはつくかと思うんですけども、ブラジルでは卵、牛乳、コンデンスミルクをベースに作る濃厚なブラジル式のプリンがよく食べられているそうでございまして、そんな特徴的なプリンをプジンというふうに名付けているのかなと思います。作り方も独特でございまして、プリンとスポンジを別々に作ってから合体させるのではなく、全材料を同じ型に入れ一気に蒸し焼きにします。するとなんと焼き上がりの際には2層になって焼き上がってくるので、ここはスポンジの上に乗った2層のプリンとして一度で2度美味しい味わいを楽しむことができる、そんなメニューでございます。席の数はそんなに多くないので、土日になってくると結構混むかなと思うんですけども、カウンター席もありますので、お一人様の方にとってもおすすめな場所かなと思います。さて、この日はそんな試行錯誤の末たどり着きました中津さんのブラジルプジンに合わせてドリップコーヒーをグアテマラでいただくことにしました。グアテマラは浅入りのコーヒーになっていまして、プリンともとても合う組み合わせになっていました。そしてこちらのブラジルプジンですけれども、中津さんのとついております通り、先ほどご紹介したブラジルプジンをさらに試行錯誤したような絶品になっていました。続いてご紹介しますのは2022年5月にニューオープンしましたサニーデイズプディングカフェでございます。こちらはプリンと店内のお花が素敵なカフェになっていまして、都会の慌ただしさの中でも癒しを与えられる花や緑の空間をイメージしているということでございます。
こんな形で店内入っていただきますと、早速たくさんのお花に囲まれていまして、まさに映え空間ですね。本当にお花の様子が伺えますので、そういったところもなんとなく心地よく過ごせるような空間になっているのかなと思っています。またこちらカウンターにもあります通り、充電のコンセントを利用ができますので、充電カフェとしても利用できる、そんな空間になっていました。またこちらで提供されるプリンに関しましては、こういった形で瓶に詰めていただいて、お土産用にも買っていただくことができますので、もし店内でご飲食された後にご自宅用にお土産に買っていただきたいという方に関しましては、テイクアウトしていただくのもとてもおすすめかなといったところです。各種プリンに関しましても、固めと柔らかめで選ぶことができているというところで、本当にレパートリーもたくさんありますので、お好みをお伝えいただいて、気に入ったものを注文していただくととてもいいかなというところです。またプリン以外にもトーストとかカルパッチョとか、そういったメニューもありましたので、しょっぱい系のものをいただきたいという方にもおすすめですし、コーヒーメニュー以外にソフトドリンクも結構充実していましたので、いろんな用途で利用できるような、そんな店かなと思っています。またプリンの空き瓶リユースといった取り組みも行っていましたので、空いた瓶を持ってきていただきますと、割引が効いてプリンをいただくことができるかなというところです。さて、ここから席の様子をご紹介していくんですけれども、席は1階と2階と3階の屋上になっていまして、2階はこんな形になっています。こちらの店舗自体が池袋駅から8分ほど歩きますので、割と穴場な空間になっているのかなと思います。結構映えな空間なので、おそらく土日なんかは女性に人気かなと思うんですけども、カウンター席もありますので、私のように男性客の方が訪れていただいても、あまり気にすることなく過ごすことができるかなとも思っています。こんな形で、店内の至るところにはお花が飾られていますので、とても癒しの空間かなというところです。こちら3階の様子になっていまして、今回夜の様子を映しています。昼間の様子もおそらく素敵かなと思うんですけども、こんな感じで夜結構素敵な雰囲気になっていますので、夜少し早めにご飯を済ませていただいて、こちら9時までやっていますので、夜のテラスの空間でコーヒーとプリンを楽しむというのも一つの選択肢になるかなと思っています。そしてこちらメニュー映していますのがランチメニューですね。ランチメニューもパンやリゾットなどを中心に様々なメニューがありましたので、ランチタイムに訪れるというのも一つの選択肢になりそうです。またスイーツメニューは今回ご紹介するプリン以外にもゼリーとかアフォガードとかもありますので、ぜひ気になった方は注文してほしいです。またコーヒーメニュー以外にも、先ほど申し上げた通りレモンソーダとか、あとは5色のクリームソーダなんかもありますので、気に入ったものを頼んでほしいですし、実はアルコール類も提供があったりというところです。結構ワインにもこだわりがあるのかなと思いましたので、その果実感試してほしいなと思います。その中、ここに頼みましたのは白いプリンとワインプリン、そして飲むコーヒーゼリーのミルクとカフェオレでございます。今回注文しなかったんですけれども、基本となるのはレトロプリンでございます。飼料、水、腸内環境にまでこだわった昔の味玉を使用しているのがレトロプリン。濃厚な甘さに固めの食感が特徴でございまして、カラメルをかけることでよりコクのある味わいになるということでございました。一方でこちら映しています今回いただいた白いプリンは、お米を食べて育ったという純国産ニワトリから生まれた桜米卵を使用しています。後味さっぱりで柔らかいプリンになっていまして、普段はラズベリーソースで味付けをしているということでございましたけれども、今回カラメルソースでいただきました。そのあたり気になる組み合わせがございましたら、柔軟に対応いただけますので、そういうところもおすすめなポイントかなと思います。こちらワインプリンですね。プリンの外側にあるゼリーがですね、ワインのアルコールがちょっと詰まったような大人の味わいになってますので、ぜひ気になる方は注文してほしいなと思います。合わせていただきましたのは、屋外に映っています飲むコーヒーゼリーでございます。ミルクとカフェオレの2種類がありまして、コーヒーゼリーに苦味が詰まっていますので、コーヒーゼリーの噛み方次第でその苦味を調整できるという、とても不思議なドリンクになっていました。さて、続いてご紹介しますのは、大手町にあります2022年8月にニューオープンしました北参道喫茶さんでございます。こちら去年からずっと気になってたんですけど、やっと行けたお店でございまして、想像以上にいいお店で結構感動しました。こちらは入れるをテーマに、喫茶文化をリスペクトしたティー&コーヒースタンドになっていまして、学生さんが経営します47都道府県地域名産品のセレクトショップでありますアナザージャパンに併設のカフェでございます。こちらお店の名前からも想像つくかと思うんですけども、以前に下北沢編でご紹介しています完全キャッシュレスカフェとして幅広く展開しています北参道コーヒーさんの系列でございますので、モバイルアプリを利用することで事前注文も可能な、ちょっとハイテクなお店になっていますね。そんな北参道コーヒーさんのコーヒーも含めまして、こちらのお店、喫茶文化をリスペクトというコンセプトの通り、丁寧に注がれるお茶やハンドドリップコーヒーが特に注目でございまして、味わいはもちろんのこと、本格的なラテアート後でご紹介しますけれども、そちらも視覚的に楽しめるような、そんなお店になっています。こちらもですね、充電 Wi-Fi 完備なのが嬉しいポイントでございまして、ぜひそういった用途にも確認していただければと思います。
で、こちらちらっとアナザージャパンさんの物産品もご紹介してるんですけども、ぜひ気に入られた名産がありましたら、こちらを手に取っていただくのもおすすめかなと思います。で、個人的にこちらの店のとてもおすすめなのが、このお弁当が提供されている部分ですとか、あとはおにぎりが楽しめるところ、とてもおすすめですね。結構カフェというと、スイーツプラスドリンクになりがちですけれども、こういったおむすびとかお弁当が用意されていると、その小腹が空いた時、ちょっとしょっぱいもの食べたいなーって時におすすめできるかなと思います。ということもありまして、私はこの日、おむすびと抹茶プリン、そして抹茶ラテをいただいてみました。こちら、うさぎのイラストなんですけども、まさに映えですよね。で、普段コーヒー飲むことが多いんですけども、本当にこういったですね、本格的な抹茶をいただけるのであれば、何度も何度もリピートしたような、そんなお店でございました。あとこの抹茶プリン、後でもちょっとその様子を映しますけれども、もう本当にですね、まるで豆腐のような弾力でございまして、とろけるような味わいでございますので、ぜひプリン好きな方、普段は固めプリン食べるんだという方に関しましても、ぜひともその柔らかい食感、とろけるような食感を味わってほしいなと思います。あとはこちらチキン南蛮のおむすびですね。結構食べ応えたっぷりでいただくことができましたので、こちらはもちろんおすすめでございます。さて、こちら抹茶プリンなんですけども、こんな形でスプーン入れていただきますと、このもっちりとしたという表現が正しいかわかんないんですけども、みずみずしくてですね、このとろけるような口当たり、とても美味しかったので、ぜひとも試していただきたいなと思います。続いては、また場所を移しまして、今度は吉祥寺のお隣、西荻窪から、サテンジャパニーズティーさんのご紹介です。私自身がコーヒー好きで、特に浅煎りのコーヒーが好きだということもありまして、コーヒーの紹介をすることが多いかと思うんですけども、こちらは珍しく日本茶専門店でございます。お店としても2018年の春にオープンした比較的新しいお店になっていまして、こちらではなんとシングルオリジンの日本茶をいただけるというところが魅力のポイントになっています。こんな感じで日本茶をですね、目の前で入れてくれる空間があったりとか、あとは後でご紹介しますけど、抹茶プリンが非常に美味しいので、ぜひですね、コーヒーとか、あとは日本茶とか、いろんなペアリングを確かめてほしいなという形でございます。で、店内はですね、結構こうこじんまりとした空間でございまして、席もそんなに多いわけではないんですけども、ぜひですね、ちょっと時間が待てそうだという方は少し待っていただいて、店内で楽しんでいただくというのがおすすめの楽しみ方でございます。で、こちらの店はですね、リーフトゥリリーフ、茶葉から一服へをポリシーにしていまして、日常へ溶け込む一杯の日本茶と一服の時間を提供してくれるということでございます。今右上に映していましたイラストはですね、こちらの店内の間取りを示しているということでございまして、このあたりも楽しめるポイントになっています。そしてこちらはこの日にいただきました抹茶ラテと抹茶プリン、そしてアメリカーノでございます。せっかく日本茶専門店なんだからアメリカーノなんて頼むなよみたいな風に思われる方もいるかもしれないんですけども、実はですね、この抹茶プリンとコーヒーのペアリングもすごい、マッチしていまして、というのもこのコーヒー自体がコーヒー店で有名なコーヒーライチさん監修になっているということでございますので、抹茶にも合うコーヒーという形で楽しむことができたかなと思ってます。なので1回2回訪れていただいて、この抹茶プリンを試していただいたり、日本茶を試していただいたり、サテンブレンドを試していただいたりと、複数の楽しみ方ができるかなと思っています。続いてご紹介しますのはカプーン抹茶製造所さんでございます。こちらは2020年7月に誕生した抹茶の専門カフェでございます。店内の石臼で挽いた新鮮な抹茶を使用し、ドリンクはもちろんのこと、スイーツを楽しむこともできます。こちらが今申し上げました石臼でございまして、抹茶本来の美味しさを追求するために、茶葉選び、ブレンド、石臼焼きの全ての工程を一貫で行っています。コーヒーでいうところの From Seed to Cup、 パンでいうところのオールスクラッチ製法なのかなと個人的には感じました。ちなみにお店の入り口にあります木はお茶の木ということでございまして、実物を見れるのはなかなかない貴重な体験かなと思っています。席の数はそんなに多くない一方で、人気店でもありますので、店内利用希望の方は並ぶの覚悟で訪れるのが良さそうです。ただテイクアウトでの利用も可能なので、テイクアウトしつつ吉祥寺の街を散策するのも良さそうです。そんな席の中でも特徴的な入り口付近のこちらのテーブル、実はこちらは茶箱をリメイクした席でございまして、少し高さは低いんですけども、より抹茶の空間を楽しむことができるかなと思います。注意点としては、新鮮さにこだわっているからこそのメニューの売り切れ、この日は平日の17時に訪れてセットメニューは全て売り切れてしまっていました。なので唯一残っていたサンデーと抹茶をこの日はいただきました。
注目のこちらの抹茶なんですけれども、抹茶は入れ方、そして立て方を含めた説明の用紙を手前に添えていただいていまして、こちらを見ながら入れることができます。抹茶自体は産地、農家単位でこだわった提供スタイルでいただくことができまして、コーヒーでいうところのシングルオリジンの抹茶になっていました。自身で抹茶を立てるスタイルはそうそうないと思いますので、ぜひこの機会にお試しいただきたいです。ちなみにこの日は福岡のやめ抹茶を使用した抹茶でございました。手順通りにお湯を入れた後に茶筅で泡を立てまして、その後に残ったお湯を入れているような、そんな工程でございます。ちなみにお茶を立てる際には W の字を書いて立てるのがおすすめだということでございました。サンデーは底にオレオが入っていまして、抹茶の風味とアイスに加えたそのザクザク感が食感として美味しかったかなと思ってます。続いてご紹介しますのは、新宿御苑前駅から近くにあります2022年12月にオープンしましたテイクアウトと豆販売がメインのお店、アシュラさんでございます。こちら早速独特な雰囲気を放っているお店の外観なんですけれども、店内入っていただきますと、さらにこんな形で他のカフェにはなかなかないような雰囲気を備えたお店でございます。こちらのお店は高田馬場の人気コーヒースタンドでありますリウェイコーヒーさんの焙煎所も兼ねている2号店でございまして、なぜか他の方々のインスタグラムの投稿などを見ますと姉妹店とご紹介されてるんですけども、実際に公式インスタグラムの方では姉妹店ではなく2号店だと言及されていますので、のれん分けしてできたようなお店ではなくて、オーナーさんも変わらず台湾出身のリウェイさんが勤められているという形で間違いないかなと思っています。ということで今ちらっとご紹介しましたけれども、台湾出身のオーナーさんが運営している雰囲気でございますので、ご覧の通りお寺や神社をイメージして作られた独特な雰囲気になっているといったところでございます。こちらそこそこ席の数はあるんですけれども、インスタグラムの紹介文を拝見する感じからもカフェ利用はあまり大人数という想定をされてないと思いますので、訪れる際にはお一人様もしくは二人程度で訪れていただいて、こじんまりと楽しんでいただくのがおすすめかなと思っています。でこんな形でですね、様々な和テイストといいますか、チャイニーズ台北テイストといった形で、このお寺や寺院っぽさ、なんとなく仏教っぽさを感じられる空間になってますので、ぜひとも様々なアングルからお気に入りのショットを撮っていただきたいなと思っています。で今回朝の時間帯に訪れてますので、こんな形で割と空いてるような雰囲気かと思うんですけども、別の日に夕方頃訪れた際にはめちゃくちゃ混んでましたし、土日は結構行列になってますので、スムーズに入りたい方に関しましては平日の午前中を狙っていただくのが個人的には一番おすすめになっています。こちらはラテアートの世界大会での優勝経験があるオーナーさんのお店でございますので、バリスタさんのラテアートも注目でございますし、さらにフードメニューは結構充実していまして、先ほど映していましたようなホットドッグやクロワッサン、さらに人気のチーズケーキに加えて、今回後で映しますけれども、注文させていただきましたフルーツサンドなど、一度では体験できないほどの気になるメニューがたくさんございますので、何度か訪れるたびにその深みにハマっていただきたいなと思っています。冒頭でも焙煎所を兼ねてると申し上げたんですけれども、こちらも自家焙煎コーヒーのお店になってますので、コーヒー好きな方なんかはシングルオリジンでコーヒーを頼んでいただいて、そのこだわりの豆の深みとか味わいとかを感じてほしいなと思っています。あとインスタグラム等では新メニューのご提供の様子なんかも語られていますので、ぜひ事前にチェックしていただいて、気になるメニューがありましたら注文してほしいなと思っています。そしてこちらこの日に頼みました注目メニューのブラックラテと、あとは季節のフルーツサンドでございます。ブラックラテ、こちらとても印象的かと思うんですけども、こちらは竹炭を使った他ではなかなか体験できないような見た目のメニューになっています。あとはこちら陶器もとてもこだわっていまして、メニュー自体の提供もそうですけども、この陶器も含めて楽しめるようなそんな雰囲気になっていますので、ぜひお気に入りのアングルでお気に入りの写真を収めてほしいなと思います。ぜひオープンしたばかりで日が浅い今のタイミングに訪れてほしいです。続いてご紹介しますのは、中目黒からスウェルコーヒーロースターズさんでございます。こちらも2021年10月にオープンしたばかりになるんですけども、非常に人気で結構並ぶことも多いかなと思ってます。私もこの日土日にかかったんですけども、夕方ぐらいにかかって結構待ち時間があったかなという形でございますので、絶対に楽しみたいという方は時間に余裕を持って訪れてほしいなと思ってます。こちらの店も SDGs を意識した自家焙煎コーヒーショップになっていまして、フルーツサンドとホットサンドの提供でも有名なお店になっています。今映していますこちらの禁断果実というのがフルーツサンドを提供しているお店になっていまして、こちらが併設されているところがポイントになっています。今お店の外観を映していたんですけども、まさに美術館のような素敵な建物だったかなと思っています。
で、店内は黒をベースとした無機質なインテリア空間になっていますので、いわゆる単色系が好きな方にはとてもおすすめできるようなお店になっています。で、この店内空間どう実装されているかといいますと、設計は大阪出身の建築家であり京都大学の名誉教授も務められている竹山先生が務められているということでございますので、設計自体も間違いないですし、特に建築学等を学ばれている方なんかはこの中目黒にありますスターバックスリザーブなんかと合わせて楽しんでいただくと、建築巡りが充実するようなカフェ巡りにすることができるかなと思っています。店内のグッズ一つ一つに関してもとても洗練されたおしゃれな空間になっていますので、 SNS 映え狙いたい方はぜひ訪れてほしいなと思っています。で、今映していますようなカップなんですけども、スウェルコーヒーロースターズさんが SDGs を大事にされているというところもありまして、何度も使える折りたたみ式の携帯カップになっています。こちらをご自身で作成していただいて、そのカップを利用していただくことでコーヒーやドリンク1杯につき50円寄付できるということでございますので、ぜひそういった環境保護の取り組みに対する理解がある方なんかは一度は試してほしいなと思っています。こちらはこの日いただきましたシングルオリジンのコーヒーとカフェラテ、あとはフルーツサンドでございます。で、このラテアートめちゃくちゃすごいなというふうに感じられるかと思うんですけども、ラテを監修しているのも世界大会で準優勝の経歴を持つ尾崎さんという方が監修されていまして、実は私が以前名古屋編でご紹介させていただいたザ・カップスの立ち上げにも携わっていたということでございますので、名実ともに間違いないかなと思っています。続いてご紹介しますのは高円寺からポエムマノアマのコーヒーさんでございます。こちらの店は高円寺の南口に根付きまして、半世紀の歴史がある老舗コーヒーハウスでございまして、2020年4月にリニューアルが行われ、店名も元のポエムから少し変わりまして、ポエムマノアマのコーヒーになって変わらず人気を集めているお店でございます。そんなポエムにつきましたマノアマノというのは、スペイン語で手から手へという意味、一杯のコーヒーへつながるたくさんのストーリーを込めているということでございまして、店名についていますコーヒーにはたくさんのこだわりが詰まっています。高知で栽培された風味豊かなアラビカ種のみを使用して、小釜の直火式焙煎にて少しずつ豆の個性に合わせた焙煎を行うからこそ出せるこだわりの豆でいただくことができる、そんなコーヒーが魅力です。またこだわり抜いた豆からペーパードリップにて抽出しますので、時間をかけて丁寧に豆の良さを最大限活かしている点もコーヒーを美味しく味わえるポイントになっているかなと思います。店内の席はそんなに多いわけじゃないんですけれども、店の奥に入っていただきますと空いている場合もありますので、ぜひ気軽にお店の方にも相談してみてほしいなと思います。店頭ではコーヒー豆が複数種類用意されていますので、もし飲まれて気に入れた場合にはご自宅用に買っていくのもおすすめかなと思います。さて、そんなコーヒーにこだわりがありますポエムさんなんですけれども、コーヒーの他にスイーツが人気なのもお店の特徴でございます。定番のプリンの他には、今回おすすめしますフルーツサンドも注目なお店でございます。さて、こちらがこの日いただきましたフルーツサンド、そしてドリップコーヒーのアチェでございます。フルーツサンドは季節ごとにフルーツが変わるのと、タイミング次第では売り切れになってしまうこともありますので、ぜひインスタグラム等で事前にチェックされることをおすすめします。私はこちらのお店午前中に伺うことが多いので、フルーツサンド食べれることが多いんですけども、結構夕方以降になってしまうと売り切れてしまうことが多いかなと思います。ぜひそのあたりは高円寺巡りの計画と合わせまして検討してほしいなと思いました。そして最後にご紹介しますのはつけまさコーヒーさんでございます。本格エスプレッソとラテが美味しい木陰で落ち着く浅草の裏路地カフェ、浅草寺から浅草花屋敷に向かう通りを一本外れた場所にあるお店で、エスプレッソドリンクはもちろんフルーツサンドが人気メニューです。店内はそれほど席の数は多くないんですけれども、テイクアウトでも利用可能なので、ぜひこだわりのエスプレッソドリンクやフルーツサンドをテイクアウトでもいただいてほしいです。フルーツサンド人気メニューではあるんですけども、位置づけとしては限定メニューと言いますのも、季節ごとに使用する果実が異なりまして、6月末に伺った今回のタイミングでは宮崎マンゴーサンドとプリンセスサンドが提供されていました。そのプリンセスサンドと言いますのは、台湾パインとプリンセスニーナという高知県産のミネラルメロンを使用した2色サンドでございまして、どちらも夏らしいフルーツサンドになっていました。フルーツサンドの提供スタイルとしましては、4ピースのフルサイズと2ピースのハーフサイズから選べますので、
2人以上でお越しの際は4ピース頼んでいただいて半分ずつシェアしながら食べていただくのも良さそうです。ちなみにこの日は1人で伺いましたのでハーフサイズの宮崎マンゴーセットをいただきまして2ピースをいただきました。また合わせていただきましたのはこちらホットの抹茶ラテ。特にラテアートが素敵でございますのでホットドリンクでラテアートを楽しむのが個人的なおすすめでございます。定番のカフェラテの他にカプチーノやフラットホワイトがありまして、さらに抹茶ラテやココアもラテアートを楽しむことができました。夏の季節にはアイスでのラテの提供もありますので、テイクアウトの場合はアイスの提供も検討いただければと思います。また代わり種のドリンクとしまして、チャイやカルビスラテ、ブリュレラテなどもありまして、蜂蜜レモネードやレモンスカッシュもありました。以上、今回は東京スイーツ16選と題しまして、カヌレ、プリン、抹茶スイーツ、フルーツサンドに絞ってお店を紹介していきました。私の普段の紹介スタイルが東京の地域ごとになっていますので、スイーツごとで特集を組みますと、今回絞った4種類だけでもとてもたくさんの種類になってしまったなという印象です。冒頭でもご紹介していますけれども、過去にはパンケーキ、ドーナツ、アップルパイ、チーズケーキの特集もしてますので、そちらも確認していただきたいですし、あとは今回気になったお店がありましたら、そちらの地名、スペース、ミッキーカフェで調べていただきますと、おそらくその駅の周辺のおすすめカフェもご紹介していると思いますので、ぜひスイーツに限らず、他のカフェの魅力も知っていただいて、一日贅沢にカフェ巡りをするというのもおすすめでございます。以上、ミッキーでした。ありがとうございました。